はあ、最近お仕事も忙しいし、体も動かしてないし、外食も続いてるしな。あなたは食丸くん？え、私にぴったりな場所があるって？どこどこ？もしかして宇都宮市保健センター？連れてってくれるの？ありがとう、一緒に行こう。今回訪れた宇都宮市保健センターは、JR 宇都宮駅西口にあるララスクエア宇都宮の9階にあります。食丸くんが保健師の島田さんを紹介してくれたので、保健センターについて聞いてきました。島田さん、こちらではどのような健康づくりのサポートを行っているんですか？はい、健康づくりについてですね、食生活や、生活習慣、運動などの、悩みや不安などの相談について、聞いて、こちらからアドバイスを行っております。また体組成測定というものがございまして、こちらから、体重だけでなくですね、筋肉量であったり体脂肪率、体のバランスチェックをですね、こちらで調べることができます。またその結果をもとにですね、健康運動指導士というものがいますので、そちらから、皆様の個別に合わせた、運動のプログラムをご提案することができます。またその他にはですね、栄養管理栄養士というものがございまして、こちらで栄養相談というものも受けたまわっております。具体的に言いますと、味噌汁の塩分測定であったり、飲み物、普段飲んでるような飲み物の糖度測定、またそこから元にですね、普段1日に必要な食べ物をどれぐらい必要なのかというようなアドバイスなども提案させていただいてます。すごいですね。はい、そうなんです。なぜ保健センターでは個人の健康相談を行っているんですか？はい、宇都宮市の死亡原因の6割は、がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病のものによります。生活習慣病というのは、運動不足であったり食生活の乱れなど、生活習慣と密接な関係があるんです。そうなんですね。そうなんです。ちなみになんですけれども、20歳から60歳代までの方、成人男性はですね、3人に1人が肥満というふうに結果が出ております。そんなにですか？そうなんです。結構やっぱりいらっしゃるんですよね。で、やはりなかなか取り組めなかったり、一人だとやっぱり自分でできないというような方もいらっしゃるので、そういった中でまずは相談をしていただいて、そこからですね、自分の健康を知っていただき、取り組みにつなげていただければと思いまして。ではせっかくなので、あんずさんも相談をしてみませんか？本当ですか？はい、ぜひどうぞ。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、運動不足が気になる私は健康運動指導士の須藤さんにアドバイスをしていただきました。手の位置を腰に軽く置きます。で、常にこうまっすぐ正面を見ながら、膝が前に出ないようにスクワット運動をしていきますね。はい、1、2、3、4、ゆっくり。そうです、ゆっくり。すごく辛いです。辛い場合は少しでもいいので、大丈夫、下げる角度を、太ももの前に持ってきまして、ここですか？で、目線としては、おへそを覗き込むように、こう体を上げていく。1、2、でゆっくり戻す。3、4、はい、1、2、3、ぜひ、この2つは、これからも続けていただきたいなというところです。わかりました。島田さん、宇都宮市保健センターでは自分の健康づくりについて細かく知ることができるんですね。私もこれからどのようにすればよいのかよくわかりました。それは良かったです。今日は島田さん、食丸くん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。宇都宮市保健センターの場所は、JR 宇都宮駅西口にあるララスクエア9階です。土日も開館していますので、気軽にお立ち寄りください。元気に毎日を送るためには、自分の健康を管理することが大切だと改めて気づきました。楽しく健康づくりをするためにも、
宇都宮市保健センターを利用していきたいですね。自分のライフスタイルに合わせた食生活や運動をして健康的な生活を送りましょう。